抵抗ペンギン。一見悪徳に見えて、ただ転職を進めてるだけの社畜。パンパンパッパパッパーン。パンパンパッパパッパーン。えい、時間通り。あれ、その人は友達？いいじゃんいいじゃん、ついでに話聞いてってよ。あ、怪しい先輩登場って思ってるでしょ。そんなことないから。彼にはどこまで話してるの？あ、ふわーっとしか聞いてない。いいじゃんいいじゃん、逆に説明しやすい感じあるよね、その方が。ところで二人ともブラック企業勤めって聞いたんだけど。なあ、やっぱり？うん、わかるよ、そういう目してるもん。でさ、どう、二人とも最近自分の好きなことをやれてる？だよね。そこで今回お話しさせてもらうのは、普段の行動を少しずつ変えていくだけで今とは全然違う景色が見えてくるよってお話なんだけど、ぶっちゃけこのままブラック企業で上司にこき使われる人生ってどうよ。会社のためって言いながら賃金も出ない残業していくのって、正直めちゃくちゃ損だと思わない？ねえ、そうだよね。そうなってくるとさ、勇気を出して一歩踏み出すだけで残業は減る、時給は増える、もしかしたら年間休日120日も夢じゃないって話。魅力的だよね。なあ、ちょっと何その顔。めんどくせえ、帰りてえみたいな顔。めちゃ疑われてんじゃん。いいよいいよ、みんな最初はそんな感じだから。けど俺の話を聞いて実際にやってみましたって人は全員笑顔になるってわけ。あー、俺にはもう見えちゃってるよ、君たちがニコニコしてる未来がね。で、具体的には何をしてもらいたいかって話なんだけど、転職活動。はい、これだけね。笑っちゃうぐらい簡単でしょ。あれ、ピンときてない？もしかして働いてる会社を変えるって発想がなかった感じ？いやー、わかるよ、ブラック企業で働いてると他のこと考える余裕がないんだよね。え、なんでわかるかって？実はここだけの話、俺もブラック企業勤めなんだよね。いやー、これできれば言いたくなかったんだよね。ブラック企業辞めてみましょうって話をしに来てる俺がブラック企業勤めなんて説得力ないじゃん。あー、待って待って、かといって騙そうとしてるわけじゃないのよ。俺、騙すか騙されるかって言ったら、騙される側のペンギン。二人には俺みたいになってもらいたくないのよ。え、じゃあなんで俺が転職しないかだって？そうだな、君さ、もしめちゃくちゃうまい料理作るゴキブリがいたとしたら、そいつレストランに雇おうと思う？思わないよね。それと一緒、全部話してるとこのカフェの営業時間終わっちゃうから言えないけど、ペンギンでこの社会を生きるっていうのはそういうことなの。でも君たちは人間でしょ。今は美味しい料理が作れないかもしれないけど、努力すれば高級レストランで働くこともできるでしょ。そんな無限の可能性が目の前に広がってるの。 Do you understand? 羨ましい。俺には無理だった未来が二人にはある。このチャンスを逃すなんて本当にもったいないと思わない？ん？どう？もったいないよね。じゃあとりあえず会社辞めよう、そして転職活動しよう。そうしないと何も始まらない、一生ブロック企業の奴隷。そんなの嫌でしょね。だよね、嫌だよね。けどけどけど、なんか君たちの目が暗いままな理由、俺はしっかりわかってるよ。ちょっとだけ不安なんでしょ？いや、仕方ないよ、それが普通。何か新しいことを始めるときは誰だって怖いものだから。もちろん転職活動は簡単なものじゃない。時間もかかるかもしれない、もしかしたら失敗しちゃうかも。あー、待って待って、そんな顔しないで。確かにリスクがあって怖いことのように聞こえるかもしれないけど、よーく考えてみよう。ブラック企業で働いてるこの現状ってさ、すでに終わってると思わない？もし今の仕事が将来の夢とか自分のやりたいことにつながってるんだったら俺も応援するよ。でもやりたいことでも何でもない辛いことをひたすら我慢してるんだとしたらさ、その現状に自分がいることこそ一番怖いことなんじゃない？なるほどね。確かにブラック企業で頑張った経験は糧になるかもしれない。早く辞めたら根性のないやつとして転職活動でも不利になるかもしれないって考えちゃうよね。でもね、その考えに至った時点で実は経験はすでに君の糧になってるんだよ。わかる？
現状に不安を発見できる判断力、自分の可能性を探し続ける成長性、気づかないうちに君はブラック企業出身の有望な人材になってるわけ。ブラック企業の下で努力し続けたって、それを見てくれるのは無能クソ上司だけだよ。だったらその努力を他の会社のいい上司に見つけてもらいたいじゃん。辞める時期だって早い方がいい。ちゃんと話せば転職先の会社も分かってくれるから。何よりそんなことで根性がないなんていう会社はブラック企業確定。こっちから願い下げだね。大丈夫。さっきも言ったけど、君たちはその考えにたどり着いた時点で転職活動の第一歩を踏み出せているんだから、自信を持って。の、そんな夢みたいな話現実的じゃないって。こらこら、夢なんて言っちゃいけないよ。夢と言うから遠くなるんだ。君が今ブラック企業で頑張ってるのは現実でしょ。その頑張りを自分のために向けるだけ。今より給料も休みも増えてる。これが君たちが手を伸ばせば届くかもしれない未来なのよ。どう？これ聞いたらワクワクしてこない？してくるよね。転職活動してみようかなって気になるよね。俺はその言葉が聞きたかった。まずは転職してみようかなって意思がないと何も始まらないから。面接とか資格とかそういう難しい話は一旦置いといて、頑張る方向を思い切って書いてみようってこと。そういうお話。ペンギンは刑罰だったら何が好き？なんだその質問、考えたこともない。僕はね、ハレムの刑がいい。次回、超死刑になるとどうなるのか。そんな刑はない。難しいな。登録よろしくな。登録するといいことあるの？俺が無限にピチピチしてやる。ピチピチ、ピチピチ、ピチピチ、ピチピチ。この腹黒パンダが。